母を楽にしたいとの思いから高卒で就職し、がむしゃらに働いてきた。そのおかげで大卒にも負けない成果を残していたが、上司の係長は学歴主義で、僕は毎日暴言を浴びせられた。やっと取れた大手企業の契約も係長のものにされてしまう。部下の手柄は上司の手柄なわけ。そんなこともわからないのか。ああ、高卒だもんな。そんな無茶苦茶な理由で努力を奪われる。どんなに頑張っても報われることはない。そう落ち込む僕だったが、ある日社長に呼び出されたことで事態が一変した。今日からあなたが僕の部下です。僕が差し出した一枚の紙に散々ののしってきた係長は顔面蒼白になったのだった。僕の名前は高柳俊介。とある企業の営業職に勤めている。もともとから営業職に就きたいと思っていたわけではなくて、巡り巡って営業にたどり着いた感じだ。高柳、今月もいい感じで営業成績伸びてるじゃないか。この調子で頑張れよ。はい、ありがとうございます。高柳先輩、ここの案件なんですけど、これまでってどういうアプローチでお話しされていましたか？高卒で就職したのだが、今では先輩から褒められることや、後輩から相談されることも多くなった。20代後半にして、ようやくここまで来れたかって感覚だ。僕の家庭は母子家庭で、自分の記憶がはっきりしだした頃には、もう父親はおらず、母が女手一つで育ててくれていた。俊介、早く起きて。学校の時間よ。母親は夜勤から帰ってきて、すぐ毎朝こうして僕のことを起こしてくれていた。その後、数時間仮眠をとって、またレジのパートに出勤する。僕が帰ってくる頃には、またパートから帰ってきて、つかの間の時間で晩ご飯を作ってくれていた。この晩ご飯の時間が唯一母と一緒に過ごせる時間だった。今日テストがあったんだけど、満点だったよ。満点？ゆうすけすごいじゃないの。その調子で勉強もスポーツも、もちろん遊びも全部楽しみなね。小さい時しか思う存分遊べないもんだから。母はいつも僕の好きなように生きろと言ってくれていた。お金のことは何とかするから、何も気にしなくていいからね。こうして優しく微笑んでくれる母は、また晩ご飯を食べ終えると夜勤に向かった。寝ているから大丈夫と言っていたけれど、確実に寝る時間なんてなかったと思う。どれだけ疲れていても、温かいご飯を用意して食べさせてくれて、文房具が切れているのが分かったら買ってきてくれていた。そんな母の優しさに甘えてしまっていたものの、高校生になった頃にはさすがにこのままではいけないと思うようになったのだ。勉強もそれなりに楽しかったし、友達と遊ぶ時間もかけがえのないものだった。大学ってとこに行ったら、もっとこんな時間が増えるんだろうなと思うとワクワクしたりもしたが、僕は決心をした。僕、就職するから。進路志望用紙を記入するタイミングで母にも報告すると、とても驚いていた。え？そうなの？あれだけ勉強も頑張っていたのに就職しちゃうの？もっと勉強をしたいんじゃない？普段僕の決めたことならそうしなさいと言ってくれる母だったが、今回は珍しく焦った様子だった。勉強は仕事しながらでもできるし、働きたいなと思って。少しでも早く自立して収入を得て母に楽になってほしい。これが本音だった。でもこの本音を話すと確実に母は反対すると思ったから、最後の本音は隠すことにしたのである。学校の先生からも進学するように何度も職員室に呼び出されたが、僕の決意は変わらなかった。
最終的には母も学校の先生も僕の決意が揺るがないものだと分かってくれて、就職の道を応援してくれたのである。就職活動の時には僕が悩んでいると先生がいくつかの企業の求人票を持ってきてくれた。その中に今の企業があったのだ。この企業は入社直後は事務作業に割り振られて、その後営業か経理に分かれるのだという。先生曰く、いろんな職種を通じて自分の得意を見つけていく手法もありなのだという。どこに配属されるか分からないものの、いろんな職種に挑めるというのは自分の挑戦心がかきたてられた。会社はあらゆる職種においてもめげずに挑戦できる人材を求めていたらしく、自分の感情のままに面接でも話すと面接官にも好印象だったらしい。こういう経緯で今の会社に入社することになったのだ。最初は事務から入って、数年の後経理部、そして3年前から今の営業部に配属されることになった。周りの多くが大卒で入社していた中でも実力で評価される社風だったため、僕は人一倍努力した。高柳くん、あんまり頑張りすぎなくていいんだからな。仕事帰りに近くのカフェで勉強していると、同じく勉強しに来ていたのだろう先輩に声をかけられた。その先輩はいつも営業成績が良く、人柄までいいという自分にとって憧れの先輩だったのだ。近くにそういう先輩がいてくれたおかげでモチベーションになり、僕の成績はどんどんと上がっていったのである。そのおかげで僕は大卒の社員にも引けを取らないような営業成績を残していた。ただしそれでもやたらと風当たりの強い人物がいる。お前、自分の成績が実力だと思うなよ。新規の案件を契約するたびに僕にこう詰め寄ってくるのは荒井係長だ。荒井係長は名門大学の出身者で、自分よりも学歴の低い部下たちを徹底的に侮辱するような上司だった。係長と同じ大学出身者の同期や先輩、後輩もいるが、係長だけが学歴にこだわっているようで、皆申し訳なさそうな表情をしていた。今回勝ち取った契約は、かなりの期間をかけて現地に通って信頼関係を築いたからこそ取れたものだ。先に担当していた先輩が移動することがきっかけになり、僕に担当が回ってきたのだ。相談に乗ってもらっていたその先輩からは、僕の努力の賜物だと褒めてくれていたにもかかわらず、係長は相変わらず否定してくる。高卒のお前が大学の先輩が勝ち取れなかった契約を結べるとは思えん。偶然だ。いや、そもそも本当は先輩が勝ち取ったものなんじゃないのか？そんなことするわけありません。口ではどうとでも言えるからな。まあ、そうやって成績を稼いだって、いつかはボロが出るもんだ。本当に僕そんなことは。荒井係長は僕の話には一切耳を傾けず、その場を去ってしまった。努力して得た成果を高卒だからという理由だけで認めてもらえないのは屈辱的だった。それでも何度も頑張って成果を残せば、荒井係長も認めざるを得ないのではないかと思って懸命に契約を勝ち取っていった。そしてその努力が実を結び、ついに大手企業との契約を取ることに成功したのである。これまでは中小企業を中心に契約をもらっていた中、大手企業へ契約の話を持ちかけるのはとても挑戦的な出来事だった。これまで培ったリサーチ力とコミュニケーション力、足を運ぶという行動力をフルに活用して、ようやく相手方の信頼を手に入れたのである。ありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。契約をお願いしたいという電話をもらった僕は、嬉しさのあまり少し上ずった声で、
お礼の言葉を述べていた。嬉しそうな様子で電話に出ていた僕を見た周囲の社員たちも、契約を勝ち取れたんだと察したようで、温かい眼差しでこちらを見てくれていた。大手企業の契約、取れました。電話を切ってから係長に報告すると、めんどくさそうな表情をこちらに向けていた。あ、そう。これだけだった。今回の大手企業の案件は確実に僕一人で言ったものだ。これまでのお前の実力じゃないという言葉をかけられないと思ったのだろうか。素直によくやったって言ってくれたらいいのにな。そう思いながら通常業務に戻る。係長の反応はあれだったが、気持ちは高揚していた。それというのも、うちの会社では一週間に一度、上役が僕たちの働いているフロアにやってきて、成績の良い社員と面談を行うというものがある。今週こそは僕も声がかかるだろうと、いつも以上にその瞬間を心待ちにしていた。いやー、でかしたよ。あんな大手企業の契約を取れるなんて、君はさすがだな。ところが、そう言いながら声をかけられたのは僕ではなく、荒井係長だった。そう言っていただけてとても光栄です。荒井係長は満面の笑みを浮かべている。その様子を僕は唖然として見つめてしまった。そして、そうしている間に面談は終わり、上役は帰っていった。係長、その契約って、僕はすぐに係長に詰め寄った。そんな僕を係長はうるさそうに顔を歪めてみる。何の用だ？忙しいんだ。先ほどの契約は私が取ってきたものですよね。お前な、部下の手柄は上司の手柄なわけ。そんなこともわからないのか。ああ、高卒だもんな。そんなはずありません。あるんだよ。残念ながらな。ま、名門大学の俺が出世した方が会社にとっても都合がいいし、取引先も安心するだろう。むちゃくちゃな理屈だった。あれだけ頑張って勝ち取ったものがその日、一瞬にして上司の手柄になってしまった。努力しても報われないもんなんだ。そう痛感する。その日はどうしても仕事のやる気が出なくなってしまって、帰りに珍しく飲みに行った。お酒を飲んでも解決される話ではなかったが、つかの間、辛いことを忘れられる気がしたのだ。そして、いつもよりも遅い時間の帰り道。酔いが回り、夜道を歩いていると、急に虚しい気持ちになった。星でも眺めようかと空を見上げたが、曇天だった。ことごとくついてないよな。さっさと帰ろうと目線を下ろしたとき、近くを歩いていた若い女性がふらついているのが視界に入った。自分と同じように仕事のうさばらしにお酒でも飲んでいたのだろうか。少し心配になる足取りだなと思ったそのとき、急にうずくまってしまったのである。大丈夫ですか？どうしましたか？慌ててその女性に駆け寄ったが、とても苦しそうな様子だったため、すぐに救急車を呼んだ。近くに消防署があったようで、すぐに駆けつけてくれたのと点滴を打ち始めてから、体調もかなり回復してきたようだった。そうしている間に、救急から連絡が入ったのだろう。年配の女性が駆けつけてきた。おそらく母親であろう。僕は状況だけを軽く説明して何度も礼を言う女性に見送られて病院を後にした。それから数日間は何事もなく過ぎていった。ところが数日後のある日、普段と変わらずに仕事をしていると急に社長秘書が僕のところにやってきた。社長がお呼びです。ご同行ください。はい。今までこんなことなかった。上役が自分たちのフロアに降りてくることはあったが、社長秘書がここに来ているところは見たことがない。
社長室まで呼び込まれた僕は絵に描いたように緊張していたことだろう。急に呼び出してしまって申し訳ない。君の話を詳しく聞きたいと思ってね。社長がかけてくれた言葉に僕はハッとしたのだった。どれくらいの時間が経ったのだろうか。業務時間中に社長と話す機会なんてこれまでなかったから、少し焦りながら自分のデスクに戻った。おい、高柳、どこほっつき歩いていたんだよ。業務時間中だぞ。少し社長とお話をしていました。お前が社長と？は、笑わせるな。そんなことあるわけないだろう。サボってスマホでもいじってたんじゃないのか？係長は僕の言葉を鼻で笑った。まったく、言うにこと書いて社長とは恐れ知らずもいたもんだ。これも無能がゆえか。僕が黙って聞いているとずっと話している。これだから高卒の役立たずはダメなんだ。お前のような無能を部下に持つと苦労するよ。そしてそう言って締めくくるとすっきりしたのか、嘲笑の笑みを僕に向けた。そんな係長に一枚の紙を差し出す。荒井係長、いや荒井さん、お言葉ですが、今日からあなたが僕の部下ですよ。はあ？お前何？ボケたの？本当のことですよ。ほらこれ。そこには僕が係長に昇格するという事例が書かれていた。どういうことだ？あと、これも先ほど社長から預かってきました。もう一枚の紙を取り出し、荒井さんに差し出す。これって、荒井さんに差し出した紙には、荒井さんの降格の旨が書かれていた。理由欄には、僕が取った契約を自分が取ったものだと虚偽報告をしたことについて書かれていた。そんな、お前何した？何したって、社長から呼び出されて君の話を聞きたいと言われました。取引先の社長から担当者が変わるというのはどういうことだって連絡が入ったそうです。なんで取引先の社長がそんな連絡を？荒井元係長がそういうのも無理はない。自分も最初聞いた時は驚いたのだが、この前帰り道に助けた女性がその取引先の社長の娘だったのである。翌日偶然商談で会う機会があった時にお礼を言われたことで僕も知ったことだった。君みたいな人間が担当してくれるなんてとても嬉しいよ。そう肩に手を置いて期待してくれていたのだが、その時には担当が荒井さんに変わることが分かっていたのだ。すみません、担当が上司に変わってしまうんです。え、それはどういうことだ。弊社は君だから契約しようと決めていたというのに、異動でもするのか？それとも転職か？こちらも驚いてしまうほど驚愕していた先方の社長に経緯を話した。この契約が上司が行ったこととして把握されていること。上司に抗議したら、俺の方が大卒だからという理由で断られたこと。など、恥ずかしかったが事実をそのままお話ししていたのだ。すると、うちの社長に抗議の連絡が入ったようだ。連絡を受けた社長は、僕が取った契約だと知らされていなかったことに引っかかり、これまでの僕の業績を正当に評価されていないのではと調査までしてくれたのだという。これまで辛い目に遭わせてしまっていたようだ。気づかなかった私の責任だ。本当に申し訳ない。いえ、そんな。こうして今動いてくださっているのがとても嬉しいです。これからは正当に評価されるような風通しの良いシステムを作っていくつもりだ。どうかこれからも弊社のために力を貸してほしい。もちろんです。これからも頑張りますのでよろしくお願いいたします。こんな会話が先ほどの社長室で行われていたことを目の前で唖然としている荒井さんは知る由もない。これまでの言動についても調査後、処分が下されると思いますので。
新井さんは顔面蒼白になっていた。そしてその後といえば、これまで新井さんが僕に浴びせてきていた言動の数々を周りの社員も証言してくれたらしく、懲戒解雇処分となった。業界に懲戒解雇処分という話が出回ったようで、新井さんは再就職できずに苦しんでいるのだという。一方、係長に就任した僕は昇格の報告とともに母をご飯に連れて行った。これまで行ったことのないようなお店を予約したから緊張で震えたが、母はとても嬉しそうな顔をしていた。まさか俊介と一緒にこんな素敵なところにご飯に来られるなんて思っていなかったわ。時間かかっちゃったけど、やっとここまで来られたよ。ずっと苦労かけてたから恩返ししたくて。これまで本当にありがとう。僕、まだまだ頑張るから。そんなこと思ってたの。俊介がいたから頑張れたんだよ。ありがとう。やっと過ごせた親孝行の時間のおかげで、僕は仕事にもますます力が入った。これまで自分が受けてきた弊害を部下たちに何としてでもさせないようにしたいと思っている。高柳係長、教えていただけますか？わかった。今すぐ行くよ。まだまだ未熟かもしれないが、学歴にとらわれず、個人の人柄や業績をきちんと見る上司になろう。心に決めた決意を胸に、僕は後輩からかけられた期待に応えるべく走り出したのだった。